カルロス・ルイス・スペニャザニ、カルロス・ルイス・スペガッツィーニ、または、ルイージ・カルロス・スペガッツィーニは、イタリア生まれで、アルゼンチンで働いた、植物学者、金学者である。北イタリアのバイロで生まれた、イタリアで教育を受けた、有名な金学者のピエール・アンドレア・サッカルドに学んで、北イタリアのキノコに関する著作を行った、1879年に、 植物採集と研究のために南アメリカに渡りブラジルを経由しアルゼンチンでブエノスアイレス医学科学大学の研究所の助手の仕事を得た。1881年にイタリア人ジアコーマ・ボーボが率いたアルゼンチンとの共同のパタゴニアとティエラデルフエゴの探検隊に参加し1000を超える植物や金類を発見した。ティエラデルフエゴに泊まり 現地住民の文化と言語を学び、後に現地語の文法書を出版した。1880年代に大学と州の行政機関を作るために開かれたラプラタ2884年から、住み、新設されたラプラタ国立大学の建設に携わり、自然科学、農学、科学、薬学の講義を行い、樹木園を設立した。その後も20回を超える南米各地、アルゼンチン、 チリ、ブラジル、パラグアイの調査を行い、4000を超える南米の菌類の標本を集めた。その半分近くは新種の菌類であり、世界的な評価を受ける金額者の一人となった。菌類以外の陸上植物についても1000以上の新種を記載した。1924年に雑誌、レイビースタ、アージェンティーナでベターナカを創刊するが、4巻しか発行できなかった。 個人コレクション、書籍、研究道具を大学に寄付して、1930年にカルロス・スペガッツイーニ植物研究所が設立され、研究所は現在も活動している。ラプラタ国立大学の植物博物館も1947年までスペガッツイーニの名が付けられていた。サボテン科の分類にも貢献し、サボテン科のレブチア・スペギャジーニア・ナバケブに懸命されている。 スペグは植物の学名で命名者を示す場合にカルロス・ルイス・スペガッチーニを示すのに使われる。ありがとうございます。